どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、陸上自衛隊レンジャー訓練とは。さあ、前回のレンジャー訓練とはの後編、はい、となっております。はい、もしね、見て、ない方、前半まだ見てない方、絶対に、前半から見ていただきたいです。そうですね、前半から見たらね、うん、よりね、わかりやすい。わかりやすい。まず急にレンジャー訓練とか言われてもね、そうね、意味わかんないと思うんですけど、はい、下に貼っときますんで、ぜひ前半から、レンジャー訓練のはどういったものなのか、そして前編を見てください。はい、お願いします。レンジャー訓練っていうのはもう皆さんね、まあ、知ってる方いらっしゃると思いますけれども、はい、きついよとか屈強だとか、はい、とんでもないと聞いております。レンジャー訓練行ったら盛況だぞ、ありますよね、はい、さあ、それでは後編いきます。2ヶ月目の後半、はい、こちらだ、どうぞ。2ヶ月目の後半は生存自活、そんな訓練が始まるよと。知ってる方もいらっしゃるかもしれない、鶏、蛇、魚などをさばいて食べる、そういう訓練があります。はい、これはね、よく見ますよ、これも、うん、山の中でね、やりますよね。これはテレビとかでもね、よく、やってますよね。あと自己防護、こう水に浮いたりとか、こうやって、もしもの時は浮いてねっていう訓練がありますよと。こうね、こうやってこうドボンみたいなとか、あとズボンでね、こう浮くみたいな。山の中であるんですかね、これ。川です。川か。川。あ、川か。これはまあ夏は気持ちいいかもしれないですけどね。ああ、ここは唯一の夏のレンジャーのオアシス。唯一のオアシスな。わあ、浮いてる、今のうちに飲んどこう。溺れないふり。この後もしかしたら何かあっかもしれないし。そうそう、何やっか分かんないっていう恐ろしさがあるんだよ、教育は。そうね、うん。さあ、そしてね、後半にかけまして、想定訓練、さあ来ました、うん、こちらがですね、レンジャー訓練の最も山場と言われるものです。始まります。想定訓練とはこちらだ、ドドン。夜中に急に起こされて笛でピー集合、急に想定を言われる。武器、弾、食料、通信機などを持ち、そのまま山へ直行です。え、夜中に起こされたの？はい。始まったな、何か連行やん。まあまあ、自主的な連行。自主的にな。自主的か。これ夜中にある日ね、スヤーって、ね、これ非常講習ですよね。ああ、そうだね。スヤーって出てるとか、ビエーッ、なると準備しろっつって、準備しろ、急げーっつって、どれっつって、食料、さあ、それでは山に行きます。はい、想定を言われます、急にね、恐れていた時代ですね。うん、これがね、やっぱ来るんですね。さっきの川の水飲んどけって、急に飲んでてよかった。急に呼ばれるというのはこういうことですよ。夜中急に起こされると。さあ、こちらです、ドドン。状況、急にね、状況を伝えられます。はい、ビーッ、どこどこに、人が敵に捕まっていると、うん、人の救出をしよう、どこどこの山にヘリがある、そこのヘリまでなんとかたどり着け、様々です、この状況は。じゃあ、あれですね、はい、行った人からある程度の情報は聞くじゃないですか、やっぱり行く人は。そう、先輩から絶対に聞いてる。それが通じないってことですね、あんまり。あ、まあ、ランダム。ランダムです、ランダムです。シャッフルが聞いたことねえ状況だ。そう、予習できないんだよね。分かんない、そりゃそうだな、予習しちゃダメだもん。でもシャッフルで当たり引いたらさ、めちゃめちゃ楽な状況かもしれない。これあれだ、あそこにあるってみたいな、なんか東大元暮らしみたいな。人質を救助しろっつったら、もうすげえそばにいるシャッフル。なるほど、このパターンはここにいるってみたいな、ね、うん、かもしれないし。まあ、どの、多分どのシャッフルを引いても、厳しいとは思いますけど、ね、もう結局知っててもね。で、初日は日帰りであることが多いと。あ、1回ブロロって言って帰ってくるんですか、じゃあ、はい、朝5時に起こされて、もうブロロロロって言って、これだって夜中に起こされてって。あ、そうです、夜中に起こされてますって言って、作戦が終了したと。だから日帰りできる程度の初日はですね、日帰りであると。あ、1回目は、うん、1回目はっていうことが恐ろしいから。何回あんだよって、まあ、初日って言ってる時点で何回かあんだなっていうね。そうね、日帰りであろうと、はい、そしたら、はい、書いてあります、呼ばれる頻度が増えてくる。うわー、あれ、呼び出しが増えてきたな。夜中に何回も叩き起こせんのか。あとね、引き続きっていうのもあるらしいです。ビビーってなって集合、山行った、帰ってきた、帰ってきて部屋に着いたとこでビビー。いや、
いや寝れないやん。あ、ほんと上がってきた。ちょっと2段ベッド、あーきついな、ピピー呼ばれたこれあれなんだろうな、一回こう整理して後とかに鳴らしたりするんだろうな。そうだな、そうそう、そういうことですよ。はーってバッグから出して、はい、片付けろっつって、片付けろ、そうだな、あー終わった、鍵終わったっつって、じゃあ食堂行くか、ピピーたたたたたた、こへー、はい、お呼び出し、先輩からの呼び出しの頻度が増えてくると。これどっかのヤンキー高校なんでしょうか。いや、上回るでしょう夜中ので、だんだんと外泊が増えてきますここで、うん、特外ですね、うん、これもまたヤンキー漫画なのかな。どんどん家に帰ってこ、どんどん家に帰ってこなくなる。夜な夜なね、連れ出されて夜遊びがうちの息子が先輩に呼び出される、うん、夜な夜などんどん帰ってこなくなる。ああ、飛行に走ってんのかな。いや、これは何だろう、うん、飛行ではないまあヤンキーだったらそうだけどね、うん、これの場合はまあ全然飛行に走ってはない、むしろいいことに走ってる、うん、走らされてる飛行ではないけど、ね、走らされてる。だんだんと、2泊が3泊になり、どんどん泊数も増えてくると。まあ泊とはいえどこに泊まってんのかな、眠れてんのかな、だな。多分その外泊は寝れてるかもしれないからね、ヤンキーのね。ヤンキーの外泊はちゃんと寝れてるあの友達ん家でゲームとかだから、ね、これは泊とは皆さんに分かりやすく言ってますけど、ゼロ泊である可能性がある。あのお眠りにならない可能性がある眠れない、ね、な眠れない可能性がある。なぜならもう上京中ですから。そうだよ ね, ね、それはそうですよ、うん、人バディの一人が見張ってる間、一人が仮眠、うん、数分、数十分みたいなことしかできませんから。そうですね、上京中と考えたら、はい、まあ、そんなの言ってられませんね。言ってられませんよね、はい、そしてついにこの最後の1ヶ月始まります、はい、3ヶ月目、こちらドドン、食料を選べるというのは、あ、これはね、あの想定訓練のそもそもの話ですけど、これ全部の、レンジャーがそうか分かりませんが、あの食料の量ってすげえ腹減るって聞くじゃないですか。聞く、うん、ガリンガリンになって帰ってくるんですよ、うんうん、もう何キロも体重落ちてもムキムキのやつももうヘロヘロになって帰ってくるんですけど、この食料食ってないと思うじゃないですか、うん、食料はね、あの選べることもあると。ほうほうほう。だから好きなだけ持ってっていいよと。だからこの状況、この訓練、何日間山にいるか分からんけど、自分らで考えて食料を持てと。なるほど。装備がめちゃめちゃあるんです。とんでもない重さの装備があって、で地図を見て、作戦を頭に入れて、で話し合えと。どのぐらいの食料だったら持っていけるかを自分らで勝手に考えろと。なるほどね、うん、だから持っていけないってことか。持ってきたいけど持っていけないみたいな。まあ何十キロとかやれますもんね。うん、ね、もう装備がそもそもクソ重いと。で俺はもう食料なんかで何キロもさらに増やしたら、うん、逆に移動できないと、うん、活動ができないと、はい、それによって減らさざるを得ない。削るのは食料であると。で、だいぶ、お腹が空くと、聞いた話によると1日に缶飯1缶とおかず1缶程度であったと。まあとんでもない重い荷物背負ってますから体力の消耗著しいのに缶飯1缶であると。あ、カロリーがね足りてないですね、はい、まあ、これ食べれる日ですけどね。ああ食べれる日ね。食べれる日食べれない日があるから。そうかそうかそうか。警戒しながら食う。ああ、作戦的に今じゃあ食えねえわ、ああ、ちょっと今も食えねえわ、今も食えねえわ、ああ今日食えねえわ、はいが続くんですね。はい、続きます。だからその精神がね、ね、やられてしまって、食いてえのに食えない、眠れたいのに眠れない、眠れないっていうのがねあります。厳しいですね。こちらがついに山場やってまいります、はい、こちらドドン、最終想定。もう言葉が怖そうだ。最終想定は一番長い。何泊はこれはあえて言いません。一番長い泊数を、山でお泊まりになると、一番、ホテルで言ったら高いプランになりますね。これはただね、無料であるっていうね。無料です。すごい無料。一番きついよと。空腹もピークである、荷物もめちゃくちゃ重い。慢性的な睡眠不足。ヤグマンですよ。ヤグマンです人を救出する例えば想定があったりして、敵 CP、 この前出ましたシンゴジラの回で出ましたね。敵 CP、 コマンドポスト、敵本部を爆破、襲撃、まあもっといろいろあるんですけど、まあそれはね言わないようにしますけど、うん、決まった作戦というか流れがあります、うん、こういったもので攻撃、そして目標達成。最終想定が終わりました。さあここでレンジャー訓練豆知識。こちらがレンジャー訓練をクリアするともらえる希少なんですけれども、こちら周りの葉っぱのようなもの、こちらは月桂樹
を飾っておりまして、月桂樹ローリエです。こちらは、自衛隊では、勝者への冠、縁起のいいものとして月桂樹を飾っています。そして真ん中が、強い気持ちとを表してダイヤモンドでございます。そしてこの月桂樹の中に粒、左右に4行あります。これ合わせて8個粒があります。そして真ん中にダイヤモンド1個、8たすダイヤモンドの1で9個、これにちなんで9想定、想定訓練は9回あります。怖いな怖いな。終わりました。え、おめでとうございます。最終想定が終わり、もう作戦を完了。よかったよかったよかったね、みんなね。いや、終わった、終わりました。車でこうね、山に行って戦が終わったと、はい、さあ終わりました、帰りましょう、うん、そこで、はい、こちらドドン、声を上げて山から走って駐屯地これねあるんだね、あるよな、見たもん俺。終わった、さあ帰るよ、はい、おい車そっちじゃないよ走るよ、え、もうガリンガリンの、もうカッサカサのガリンガリンの、え、終わったんじゃない、終わったよ、終わった終わった、な、走って帰ろう。そう、やたらね、そういう時ね、教官めっちゃ元気なんだよ。皮肉というかな、うん、そう、なんかすごい元気だ、うん、ある、嬉しそうなんだ、元気出していこうな、うん、で走って帰ると、うん、行きは車だったのになんでかなと、そうすると駐屯地に、出迎えられています。家族も、ね、現隊のメンバーなどがなぜかいると、そして歓迎ムード、もう涙も流しますよ、家族泣けますよ、あれ本当に。もうなんか走るのももう本当にもう、そうそう、もう目もうつろでね、うん、声も出ないような感じで帰ってきます。最終的には半分ほど脱落している。半分、平均的で言ったらね、まあでももちろんあの揺らぎはありますよ。あ、まあまあまあ、8割突破する時もあるし、おおよそです。これはあのレンジャーによって違いますけどね、半分ほど、あそこまで体力があった人が、うん、まあ7割ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、8割とかね、で脱落、6、7割ぐらいは通過すると思いますよ。3ヶ月間の、レンジャー終了、レンジャーバッジを授与、花束もらう、はい、こちらで完結でございます。おめでとうございます。いや本当に大変な訓練でございますよ、これは大変ですね。あんだけの体力があった人がね、うん、これとは、聞いた話では、そのムギムギで、僕はできますみたいな、最初の初日ね、はい、できますみたいな隊員が来た時に、うん、おお、そうかっつって、限界まで腕立て伏せがあったみたいですね。そうか、できんのかって言って、もうヘロヘロになったところから、訓練が始まるっていう、一人だけね。そうそう、出た杭はみんな体力自慢だろうけどな、やっぱり俺だって思う人もいるだろうな、うん、あとなんか帰ってきて、レンジャー訓練から帰ってきた後はなんか懸垂が20回まあ余裕でできてた隊員も、2回ぐらいしかできなくなっていたっていうのもあります落ちすぎて、もち筋肉も落ちて疲労がたまりすぎても、だから行って耐えるという訓練で精神的な、はい、に近いというのもありますよ。ここであと気がついたこと、射撃っていうのはあんまりね、なんていうか射撃をたくさんこうやるとか、標準を合わせるとか、そういう訓練は多めではないですね。うん、確かにね、はい、筋トレもじゃああんまりその、はい、筋トレになってなかった。筋トレはどちらかというと精神的な部分が大きい。まあね、動くけどカロリーが取れない。そうそうそう。なんかストレス耐性を強くするっていう。まあ、疲労に対して慣れるっていう。状況中とかその極限状態に耐えるみたいなね。うん、そうですね。そういうのがね、はい、多いと思います。これはあくまでね、テレビでやってたりとかする内容でございますからね。ウィキペディアとかね、はい、まあ、いろんなのに載ってる、ことでございますからね、はい、大丈夫でございます。興味ある方はぜひね、レンジャーにバッて、調整してみてはいかがでしょうか。はい、誰に向けて言ってんだとっていうねいやでも興味ある人いると思いますよ。あ、これが入隊する方ね。そうですそうです、ぜひね、まさに試験が終わったところですからね。あ、そっか、はい、そしたらもう、はい、ぜひ酸素になったぐらいからね、はい、レンジャーにバッてすぐっていうか、まあ、うん、おっ、みたいな、いつか、そのうちじゃあ行ってこいみたいな、なるはずです、ね、なると思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか、はい、この前編後編の、レンジャー教育、ありがとうございました。あとはですね、他にレンジャーあるあるとかもありますからね。うん、どっから仕入れたんだってね。後日、レンジャーあるある、まあ、今回は真面目なこう訓練内容ね。確かに、もう訓練内容の一部でございます。当然全部を言ったらね、秘密保全とかなるから。そうですね、一部ですよ、はい、でこれ以外にあるあるっていうのがありますから、後日やらさせていただきますので、はい、ぜひ、またご覧になってください、はい、よかったらチャンネル登録お願いいたします。ツイッター、インスタやっております。とっかくに検索フォローお願いいたします、うん、よろしくお願いいたします。本日はこれまで、それじゃまた、はい。